お待たせしました。女子旅ブリログが始まります。よかったらコメントと高評価してほしいな。どうか最後までご覧ください。せーの、きらめき。皆さん、はじめまして。私は土枝りんごと言います。今日からよろしくお願いしますね。そして私が土屋きのこです。よろしくお願いします。今回行きたかった場所はこちら、世界最大級の大阪海遊館です。大阪港のウォーターフロント再開発プロジェクト天保山ハーバービレッジの中心的施設として1990年7月20日に開館したそうです。リングオブファイア、環太平洋火山帯とリングオブライフ、環太平洋生命体をコンセプトにしているそうです。巨大水槽で環太平洋の海を再現し、従来の水族館の印象を劇的に変えた施設なんだよね。屋内水槽の規模に関しては世界でも上位5本の指に入るほどの世界最大級の水族館なんですよね。海遊館の名前はタレントの上沼恵美子さんの役割が大きいと言われているんだよね。建物外観の特徴になっている3色の色分けは地と水と火の結合を催したものらしいです。外壁に描かれた魚の壁画はアメリカ在住イギリス人デザイナーのサージ・アイバン・シャーメイエフの手によるものなんだよね。建物全体の設計を担当したのはその息子のピーター・シャーメイエフと親子の共演なんですよね。それでは館内の案内をしますが、入館料は大人2400円、子供が1200円、幼児3歳以上が600円、シニア65歳以上が2200円です。きらめき。エスカレーターからの景色もとても綺麗だよね。エスカレーター登ると日本の森エリアが見えてきます。森に響く滝の水音、雫に濡れ鮮やかさを増す苔の緑、季節ごとに表情を変える木々、そして渓流の水辺で暮らす生き物たち。今も日本にカワウソが暮らしていたらこんな情景が広がっていたかもしれませんよね。名前の由来は小さな爪が特徴なのでコツメカワウソって名前になったんですよ。南極、オーストラリア、ニュージーランドを除く世界全域に生息しているんですよね。さらになんとラッコもカワウソの仲間なんですよ。その他にはオシドリ、カワムツ、ギンブナ、ホエサギ、オイカワ、アマゴ、サワガニがいます。アクアゲートにやってきました。ウシバナとビーが泳いでます。名前の語源はアゴ科の頭ひれが牛鼻のような形をしていることが由来だそうです。その他には千年台、ウマヅラアジ、サザナミフグ、ギンユゴイ、サクラダイ、オリャピッチャが泳いでます。きらめき。アリューシャン熱湯エリアに来ました。こちらにはエトピリカが泳いでます。エトピリカとはアイヌ語でくちばしの美しい鳥という意味です。日本では北日本の海上で冬季に見られることが多いですが、北海道の一部の離島、岩礁で繁殖しているものも少数いるみたいです。その他には狼王、クサギンポ、エゾメバル、シマゾイが泳いでます。モンタレンワンエリアに来ました。犬の鳴き声みたいだね、ワンワンって。見てください。かわいいアシカがいます。キャーめちゃくちゃかわいい。カリフォルニアアシカはアラスカ南東部からメキシコの中央部あたりにかけて分布し、普通は海岸線に沿って生息しているんですよね。カリフォルニアアシカは注意深い性質で、岩の上で休んでいる時も見張りの者が周りを警戒しているんだって。きらめき。ここはパナマ湾エリアって言うんだね。寝てる動物がいるね。中央アメリカに位置するパナマ湾、この水槽では熱帯の寒気を再現しているんだって。陸上では尻尾の模様が特徴のアカハナグマが今は寝てるけど、水中ではハリセンボンなどの魚が泳いでるよ。体長と同じぐらいの長さの尾を持つんだって。尾は物に巻きつけることができないみたいなのよ。主に中高生で有の成獣は単独で生活するんですが、メスと子供は群れを作り生活するんだって。木登りは大変上手です。長い尾は気丈でバランスを取るのに用いられるそうです。体色は個体差があるみたいなのよね。その他にはハリセンボン、イシガキフグ、ソウシハギ、アカマツカサ、ヨスジフエダイ、フエヤッコダイ、コモリザメが泳いでいるのよ。海遊館といえばやっぱりジンベイザメだよね。ジンベイザメは軟骨魚類、エイ、
サメの仲間です。人類模様が由来なんですね。水面や水上から見るとこの模様が海にじわーと紛れてカムフラージュの効果あります。マンタと同じように大きな口を開けて泳ぎながらプランクトンを捕食することもあるんですよね。きらめき。いかがでしたでしょうか。たくさんの方に見てほしいな。もっともっと頑張ります。また見てくださいね。